3番とかどうなんだろうな。あ、3番結構効くな。今更だけど3番が効いたぞ。はい、まあこのゲーム「古剣奇譚」と言いまして、最近日本語化されたゲームです。まあこれをこのゲーム気になってる人ってなんか割といるんですよね。なんか日本語対応してから どうやねんみたいなね。まあ、なかなか中華ゲームなので日本語対応してないと触れる機会ないと思うんですけども、まあね、それなりに。やっぱりクオリティの高いゲームなので楽しみですね。さあ行くぞ、くらえ。ので新しい物語セーブスロット1、まあ、普通モードおすすめって書いてあるんで普通モードでしましょう。キーボードのワスドを使ってキャラをコントロールし、マウスを動かして、視覚を調整。マウスの左右を同時に押すと攻撃でき、よりスムーズな戦闘を楽しめる。QE を押すことで攻撃か。マウスの左右はそれぞれ違うとか。戦況か。アクションモードの方がいいかな。はい。まあでも、多分、あれ、パッドでもできると思うんで。あ、クオリティ高そう、確かに。まあ自分のグラフィックボードもそこまでいいものではないので、ミドルクラスのグラフィックボードなので、まあ、その辺は加味していただいて視聴していただければと思いますが、キレ、綺麗な人だ。いいっすね。なんかこういうオープニングがちゃんとあるゲーム。まあレイトレがあったら、ああいう水の表現とかもね、結構綺麗なのかもしれないけど。ぜひぜひ、のんたんさん。まあ結構実況のクオリティって大事ですもんね。それが試金石になるというか。そういう意味では昨日のバビロンホール、バビロンホール どうやねんっていう感じでしたけど。あれはあれで、なんか宣伝になった気もしなくもないが。なんか王宮みたいなところですね。なんかこの。なんか島なのかな、島のなんか王宮みたいな。なんか中国ですね。でちょっとなんかこうグラフィックも、なんていうか、そこまでリアルさを追求しているわけではないけど、要所要所でこうなんか見せるグラフィックになってますよね。さあ、これがプレイアブルキャラかな。うん、確かに。中国の時代劇ってね、結構雰囲気ありますよね。男前だな。ん、こっからさせてもらえるのか。チュートリアルにオンにしま、あ、オフにしてしまった。
まあとりあえず普通に切っていきます。あ、でも攻撃は結構スムーズかもしれない。あれ、なんか、はいはい、ありがとう。なんかスタミナとかあるのかな。移動キーを連打、そういうことか。技とかがわからんな。まあいいか、とりあえずゴリ押しだ。あ、書いてんな。1、もうちょっと感度下げるか。で、なんかこう2は失調で資源で尺寿。あ、できない、はい。まあ、とりあえず、地図上の任務。城に戻るんだね。ここかな。まあ、とりあえず行くか。あ、こっちって書いてあるわ。あれかな、あれに戻るんかな。もうちょっと下げるかな。感度って大事だよね。60は下げすぎかな。あー、まあでもこんなもんか、こんなもんでしょうか。で、ダッシュ。でもなんかアクションはスムーズですね、結構。こっちからはいけないのか。こっちか。行き過ぎてたわ。こういうのが読み込みが始まった。有摩擦流的气息，缓缓一下不见。ここで戦いがあったようだな。おそらく木の辺りだが死体がない。彼の親はわざと魔物の木を引き寄せてここから連れ去ったのかもしれない。最近闯入光明野的下等魔，力量强了很多，还出现过几只异种。一种も現れた。天路城附近的住民都被他们袭击。王上，您说是不是魔域又有什么动荡了？带回城去，暂且交由慈幼房照料。他的父母若是返还，なんかここにいるはずのない獣がいたみたいな。で、戻る。こっちかな。いやグラフィックまあまあ綺麗ですよね。ねえ、この辺から右の方に行けそうな気がしなくもないな。お、
現れた。この味方がと、まあ、共闘できるのが一ついいですよね。お、連撃決まった。 OK、 23連。おおお、やばいやばい。おい、いいね、2番いいね、めっちゃダメージ入る。やばいやばい。4番、4番は相手をこかせられるみたいな。 OK、 順調順調。綺麗ですよねグラフィックもねさっきからグラフィックのことしか言ってないけど、秋ですね、すっかりすっかり秋ですね。お、なんだなんだ。起雾了。这种感觉。この感覚まだ。太奇怪了。整整一夜，我们巡视了光明野的大部分。技は1番から4番の、ナンバー番号ですね。だからあれと似てる、ウォーフレームと似てるかも。しばらく落ち着くはずなのに。要不要再回去看看。だからスキルのような感じですよね。だ本当ウォーフレやってたらなんか親近感が湧く操作方法かもしれないな。同じ TPS ですしね。急いで前進した方が良さそう。ちょっと待ってくださいね。できるだけ早くって言われてるのに動かないっていう。さあ行きましょう。なんだなんだこのなんか意味深なオブジェは。ほっ、勝ち上げとかできんのかな。これ敵が現れたら分かりやすいからいいですよね。こんな感じで、えい、これが2番ですね。今消えましたけど、でこれが、ああ溜まってない、溜めないといけないのか。でこれが2番で先行してみたいなね。だからスキルを貯めて番号を打ってみたいな。間合いが分からん。あ、なんか今すり抜けた。なぜだ。どこだどこだ。 OK、 ん、あれ、あ、今やっつけたのか。あ、やっつけなかった。 OK、 あれ、また消えた。どこだどこだ。オッケー。ちょっとヒットポイント回復薬が欲しいな。ヒットポイント回復薬取ってんのかな。手に入れてるのかな。バッグの中のアイテムを使う。お、外傷を治せる、いいね。これを使おう。2個使って体力満タン。さあじゃあ行きますか。さあそろそろ現れるんじゃないか。
仲間は弱いですね当たり前ですけど。当たり前だけど。あ、消えた。危ない。どっからあら、あ、危ねえ。やばい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 。ああ、切られた。もったいねえ。もったいねえ。やっぱりなんやかんやで、2番が一番強いような気がするんだけど。そんなに食わないしね。ね、2番が何気に強い。あと1人、どこだどこだ、まあ、だからうわっ、 OK、 足止めぐらいにしか思わないでおこうって感じですよね。え、今避けたのにな。消える前に速攻やるみたいなね、とこありますよね。はいはいはい。そしてアイテムを使用。OK。こっちかな。勝つ草。なんか帰ってるような気はするな。ここで落ちたら目も当てられないのかな。うお、めっちゃいる。うわー、これ全員戦わないといけない。ん、違う、これなんか敵じゃない。あ、敵かい。あ、そうか、そういうことか。見つかったらダメっていうことか。OK。あれ？全員消えた。お、なんか1。あ、ジョージさん、こんばんは。周りはね、結構分かりづらいですね。遠近感がまだつかめてないだけかもしれんけど。ボスっぽいな。一緒だ。他在吸收光明眼内其他的魔力。お、ボスっぽいね。親分だね。今まで戦ってきた。邪気みたいな。お、なんか勝手に神プレイ見せてるよ。勝手に神プレイ。あ、始まるんかい。OK。 危ねえ。うわ、なんかようわからんけど、なんかゾラマグダラオスを思い出すわ、この戦い。あ、いや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 、ちょいちょい、いやいや、逃れられないし。どうやって今の逃れたらよかったんだ。あぶね。え、どういうこと？どこにダメージ入る？あの目かな？真ん中か。ここか。やばいやばいやばい。
無理した無理した。これな、このアイテムの使い方の他になんかあるはずだけど、それがわからん。戦闘中はこの画面でアイテムを使用できませんって書いてんな。そうなんだ、怖えな。どうやってするんだろうな。ちょっとこれが、これの避け方がわからんけど、やばい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 。アイテムのこっちに行ってみる一回。あ、行けないのか。アイテムって何？あ、疲れ疲れる。OK。R ボタンね。バランス付き従う。R ボタン。ほっ。無理はしない。ここに避ける。ここまで逃げなくていいと思うけど。そしていく。やばいやばい。無理はしない。聞いてない聞いてない。その攻撃効いてないよ。危ない危ない。とんでも攻撃来たな今。やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。あ、危ない危ない危ない。お、倒したか。意外と余裕だったな。大ボスが出てくるパターンか。確かに部下入れなくなってたね。気づかんかったわ。どうなんでしょうね。僕テイルズがあまりよくわからないんですけど、普通のアクションゲームとしてはよく作られてると思います。なんか接続タイムアウトしたぞ。これ自分の最近のネット事情が調子悪いんかな。昨日もそうだったけど、どうなんだろう。基地のゲームと比べて、まあウォーフレームよりは多少劣るかな。劣るというか、まあ、ハクスラとしてはどうなんでしょうね。まあ距離感、そのゲームによって距離感が違うから何とも言えんけど、アクションゲームとしては割と高次元じゃないかなと思うけどね。あれ？ん？攻撃なんか。こいつらを倒してもしょうがないんだろうな、多分な。と言いながら丁寧に一個一個やっていく。あ、間違えた。攻撃パターンがわからんけどな。こいつら倒しても倒してもっていう ところか。これは
免疫。やばい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 。うわーもう勝つ草がね、勝つ草がね。やばいやばい。あれかな、これ時間制限あるから速攻倒さないとダメなんだろうな多分な。多分そういうことだろうな。勝ち草が欲しいぜ。勝ち草が欲しいぜ。やばいな、死ぬな、これは。どうも、切りねえや。こっちに行くのかな、ひょっとして違うかな。ほっ、あ、違うな。ヒット&ゴーで、あー、回復する手段がないのかな。あー死んだ。免疫がある。これが消える。避ける。赤くなる。ボールが出る。あと4回。あー、こいつら邪魔だわ。やばいやばい。無理はしない、無理はしない。あーっと、避けられなかった。早めの回復。やばいやばい。避ける。そして、こいつらも攻撃されるっていうのが、ちょっと無理した無理した。ちょっと逃げよう逃げよう。危ない危ない。よしよし。あ、なんか視点が、え、なに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 、なんでこの2発も来る。読めん。やばいやばい。危ねえ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 。マジか。ふぅ。3番とかどうなんだろうな。あ、3番結構効くな。今更だけど3番が効いたぞ。よいしょ。今の当たんのか。マジか。
3番やばい、隙を見て、チャンス。さあ時間がね、やばい、まずいのか。オッケー来た。時間かかったな。ノーマルでも結構難易度ありますね。ちょっと攻撃パターンが最後まで読めなかった。でここで門を死守して開けることができたと。ノンタンさんありがとうございます。ジャンさんありがとうございます。お、出品に、あ、ここからオープニングみたいなところがある。なんかあれ似てますね。ちょっとホライゾンゼロドーンの世界観にも少し似たところがある。こういう街の作りとか。グラフィックは、すごいですよね。こう前評判通りというか、まあ、前評判って言ってもね、だいぶ前からもう中国語出てるんだけど。クオリティは悪くないですよね。先去休息。皇上，我们大家先开始。诸事纷扰，急也无用。三日前，我命蓝象带队离开光明野，探查魔域的其他区域是否有变。他应当也快回城了。どうも魔物が来ている感じですね。是。请您务必保重。どうかお気をつけくださいませ。皇上，我。我去喊晴雪姑娘过来吧，给您疗伤。若是见到她，请她去离火殿找我。是。这是在做什么？一副没精打采的样子。我说你们这回出去巡视，可真够慢的。外面的魔变多了，去邪之门那里出现了一只很强的异种，根本不像是下等魔。你们在城里感应不到吗？你又不是不清楚，最近天禄城的大阵越来越弱了。从今天开始，没有队伍在外巡视的时候，都要派战士去守门，就是怕大阵不能再提前示警。好了好了，也别太担心。魔物要真撞上雀邪之门的结界，全城大概都得跳起来。那这异种被你们消灭了？是王上，那种力量换了我们肯定应付不来。他毕竟是天禄城的王啊。一年前通过禁卫选拔的时候，我高兴极了，想着以后就能跟随在吴王身边荡魔平乱。王上在战斗中受了伤，一直没有愈合。是吗？打起精神来，吴王的性子你该明白。你这样垂头丧气，是辜负了他的教导。他肯定早就把什么都想过了，不然又怎么会让我去人界？为这个，我在那边可是找了整整10年。你是说
那个继任者。这几天都在离火殿待着呢。東の理科殿に行く。林吾見过王上。いいですね。このクオリティ割と高いんじゃないですか。普通に遊べますね。听说新商城最近又在筹办一场拍卖会。こっちか。すごいですね。なんかこの街の感じ。いいっすね。FPS も7084出てる。きれいきれい。あ、しまった。落ちるんかい。気緩めてたら落ちたわ。見た目 FF っぽいですね。確かに。このね、剣のしまい方かっこよくないですか。さ、さ、さ、みたいな。あ、ここはいけないのか。上もいけない。なるほど。陛下お帰りなさいませ。お父さんに会いに行くんだね。何も言わんのかい。ヒジャオって読むのかなあれ。我听应里说お、ヒロインが出てきた。伤不必在这。かわいい。请晴雪姑娘过来，是想问清楚，我大约还有多长时间。新伤。かわいいから。没有愈合。スクリーンショット撮ったわ。先前的丹药仍然服用，不再妄动血脉之力，应该可以有。两日光景。多谢你这些年来的援手。是我该说谢谢。如果没有来到天禄城，我大概还在漫无目的的四处漂流。就此别过。在那之后，晴雪姑娘当可回人界，完成你的心愿。まだ来てないってこと？あ、ここ入るってことか。自由子読めなかった。理科の決別。理非かな。うわー、なんか大理石の雰囲気出てますね。いいっすね。これファイナルファンタジーですね。中華版ファイナルファンタジーですね。完全にクオリティ高くないですか。結構グラフィック頑張ってません。この辺の感じとかね。ね、まあね、グラボがあれだからしょぼいからあれだけど。
哦，ライバル来た。看来你还没能决定。セフィロス来た、セフィロス。クラウドに対するセフィロス来たよ。我对你的王位可没兴趣。こいつは魔物の力を借りて、多分最大の敵になるパターンだな、これ。読めたわ。魔物の力借りるわ、こいつ多分。主人公に負けかけて。あ、兄弟なんだ。过了这么多年，忽然冒出来，对我说你快死了，让我继承什么王位？你以为你的弟弟会欣喜若狂？玄哥大人，我长在人间，我的家人也在那里。天禄城只不过是异乡。聖教みたいなもんか。キングダムで言う。既然如此，那么就依你昨日所言，比一场。你若赢，来去自由；你若输，留下继承辟邪王之位。纯以剑招决定胜负。一言为定。やらしてくれんのかい。てっきり戦うのかと思ってたけど、見切った。シャーン。什么玩意儿？你就这样跟我比？这样才是公平。妖力不仅仅用于战斗中，亦是经年累月锻炼体魄的途径，令辟邪的速度和力量远胜于人。你常年抑恶，我单论体能只比寻常人略强，因此实无必要顾及我的伤势。少废话，小爷我就是寻常人，用什么药力？这回不算，等你好了重新比过。输了便是输了，当断不断，错失良机。若是生死相搏，你连性命都已输掉了，何况再比一场仍是我赢，原因你当知晓。真有些好奇这剑术是何人所授。温厚さにかける。フラグ立ったな。勢いがあり余り温厚さにかける。絶対特別な力借りるパターンじゃん。剣虽是利器，但君子之剑用以强身健体，明理治学，不逞凶凌弱，不好勇斗狠，克己复礼，身在微尘而心如流。めっちゃ喋ってんだけど。こっちから行くのか。力を借りて屋根に登る。踏み台する高いところに行くことができる。これを持っていくってこと？ああ。蹴っ飛ばす。そういうことね。こういうことね。はいよなんか昔のジャッキーチェーンのあの背中蹴った時のリアクション言ってたな今。この蹴られた後ジタバタするっていう、ちょっと走るっていう。干什么？你要干什么？我爹是城里的大官，我掉一个汗毛，你全家都比小黄了。别吵，我对你爹没兴趣。你让人把那狗崽子放了，我就把你放了，怎么样？先放开本少爷，不然宰了那狗。宰？尽管宰。
虽然我是个拔刀相助的路人，但狗毕竟不是自家的，嗯，不心疼。倒是你，一条人命换一条狗命，黄泉路上可别后悔啊。后悔，肯定后悔啊，大哥。哎，快快快，快把狗放了。三宝，哎呦，我要教训这小子！都上，往死里揍，给我废了他！气得呀，真的。不，你可得想办法。啊，なんか。气弱い。弱い。これあれですよね、ハクスラを普段やってる人からしたら多分物足りない、あ、まあ、まあでもハードモードがあるのか、これノーマルだからな、ゴリ押しで勝てますもん。負ける気がしないですもんね、これステータス以上されても。あ、そうでもなかったちょっと危なくなってきた。弟子がついてきている。弟子、後輩か。はい、実績のロックを解除したところで、はい、ちょっと時間来たので10時半なのでここで終わりましょうか。ピンポンパンポーン。どうでしたかね皆さん。なかなか良かったんではないでしょうか。はい、11月25日まで 60% の1236円と。人気対策の3作目だけあってストーリーもゲームシステムもよくできている。チュートリアルの入り方、映像の見せ方もうまく作り慣れている感がある。長く楽しめる要素がたくさん盛り込まれており、世界に十分通用する内容なので多言語対応に期待ということで、はいね、もう日本語に対応して、まあ1万人の人がね今までオールピーク遊んでますし、なかなかいいんじゃないですか。物語性を重視した RPG で、まあ日本語も悪くないですし、噂は聞いていたけど雰囲気はが分かりました。本当そうですよね、噂通りの出来だったんじゃないでしょうか。で結構8人のフレンドがもうすでに持ってますしね、19人のフレンドがゲームを欲しがってますし、まあこれは本当なんかありなんじゃないかなと思いますけどね。皆さんどういう印象を持たれましたか。はい、非常に好評もうなずけますね。ちょっとレビュー見ていきましょうか。日本人のレビューって、あ、でも割と辛口な人が多いのかな。あ、まあそうでもないか。テイルズ・オブ・チャイナって書いてありますね。真のテイルズ。最近出たテイルズ・オブ・アライルズより面白い。まあ、個人、かっこ個人の見解ですですね。総評、アクションゲームを楽しむ目的を買うのであれば平均というよりは、あ、でもこれは確かに自分もそう思いましたね。単純にストーリーを追うのが好きなのであれば買いだと思う。ファンタジー系が好きなのであればなおよし。ファイナルファンタジー系ですよね。だから、ハクスラアクションとしての難易度はそこまでないけど、まあ自分は死にまくりましたけども、普段アクションゲーム主戦場にしてる人からすればやや物足りないかな。それよりもこの美麗なね、ムービーマップ、その雰囲気ストーリーを楽しめる人、 RPG ってそうだよねっていう人には楽しめる感じですよね。
はい、中華風 RPG は日本語訳が今まで少なかったので、日本語に対応してありがとうございましたと、本当にいいゲームだと思いますと。なるほど。はい、まあなかなか概ね受け入れられてるんじゃないですか。丁寧ローカライズされているけど、中華の歴史がわからない、専門語が多すぎて、ああまあ確かにね、それはまあ否めないですけど、それは仕方がないですよね。ある程度ね、中国の歴史知っとかないと。お、ありがとうございます。ロングファーさん、ロングファーさん、自分も今やっていますが面白いですね。半分くらいムービーシーンですが。そうですね、ムービーシーン、ちょっとやっぱりこれシリーズの最新作あって、ちょっと気合入りすぎてムービーシーンがちょっと多めっていう。だから本当にね、あのファイナルファンタジー13とか、まあ、あの辺ですよね。自由度こそ低いですけど、まあほぼ一本道ですけど、まあそれを楽しめる RPG とするならば、古き良き RPG とするならば、古剣奇譚は楽しめるという感じですね。はい。で、自分がまだ全然その1時間ほどしかプレイしてないので、アクションの幅、まあ1から4番のスキルを使いつつっていう感じで戦うんで、こうなんか多分連撃とかもあると思うんですけどね。例えば左クリックをして右クリックをして左右同時押しとか、なんかそういうコンボを駆使して、あの無双的なノリの多分操作方法とかもありそうですし、まあそのあたりは多分ね、やっていかないとあれかもしれないですけどね、わからない部分もあるかもしれないですけど、でも当たり判定とかエフェクトとかそういうものでは概ね満足。あとはこのゲームの間合いがどんなもんかっていうことさえつかめば、それはまあゲームをね、何時間もプレイするしかないと思うんで、慣れるしかないと思うんで、はい、理不尽なところはなかったですね。はい、しかも1236円だったらめちゃくちゃ安いと思いますけどね。はい、ぜひ、まあ、概要欄にリンク貼っておきますので遊んでみてください。